はい。じゃあ、はい、始まった。始まりました。どれ、はい、これこれです。ポール・リード・スミス SE パーラーですね。ポール・リード・スミスといえばだってこれでしょ？あ、ないんですよ。ないが、はい、ポール・リード・スミスなのに、はいはい、アコギってことね。アコースティックギターですね、はいはいはい、でパーラーってことはちっちゃいサイズってことね。そうです、あの通常よく見るアコースティックギターよりも小さいサイズになっているので、うん、それに伴ってネックとかも短い分どういった方でも弾きやすいようなものになってます。あとはあのこのカラーリングが今あの島村楽器でしか扱いのないカラーリングになるので、ブラックのトップのやつで、他にもラインナップ確か白とかなんかいくつかあるんですけど、うん、この黒は島村楽器でしか今扱いのないです、はい、ですね。ちっちゃいギター結構あるよね。そうですね、今あの隣に並んであるフェンダーのマリブのシリーズもそうですし、あとはこちらにあるこれもなかなか奇抜ですけど、すごいね、ラバーミュージックのラバーミーってやつですね。これはピックアップ付きのモデルで、あの中にスピーカーも内蔵されてます。あ、そうなんだ。そうです、なので本体だけである程度の音を鳴らせますし、ちっちゃいのにってことね。あとはエフェクトをかけることができます。コーラスとディレイとリバーブがかかるので、手元だけでいろんな音を作ってってことを楽しめます。ほうほう。え、濡れても大丈夫ってこと？これはまあ濡れても大丈夫ですね。中はまずいですけど、外は濡れても全然問題ないですよ。と、あとは、ローデンですね。シーランとの、コラボしたブランドのシーランバイローデンから W02 という、はい、シーランモデルが出てます。それもボディがちっちゃいタイプです。これ鳴るの？これも結構なりますね。ボディのサイズの割合もガンガンなってくれますし、うん、結構まとまったバランスのいい音なので、使える一本です。一応さっきもこれもだ。そうですね、テーラーの方の GS ミニが今4種類出てます。ピックアップ付きと付きでないものと、はい、たくさん出てますので、あとはさらに言うとこういったベイビー T いや、ちょっと細かい話になっちゃいますけど、 GS ミニをちょっと一回り大きくしたような細かい GTE っていうものが入ってきました。これはテーラーの中でも新しいモデルですね。いい値段しますね。 USA のラインナップなんで。うわー、そうなんだ。じゃあこれパーラーとかチビギターでいいのってなったらこれいい、ね、そうですね。こういったものが入ってきた。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひセラプレイステン今の指さしたやつはそれっぽいかな。分かんないです。ありがとうございます。